乾杯ということでございまして、ビットコインが450万突破してしまいました。ついこの前までね、400万いくのかな、いかないかなと思ってたんですけども、ここのところのね、ビットコインの値動きはすごいですね。ビットコインの値動きがすごいってことは、ビットコインが買われてるってことなんですよ。だってね、100万前後の時に呼びかけてもなかなか買われなかったものが、ずっと100万前後で推移してたじゃないですか。今買おうとすると400万なんですよ。そのぐらいの価格のものがどんどん売れてるってことは、これはですね、今までのような、まあ、いわゆるね、小金持ちではなくて大金持ちが買い始めたってことだと思うんですよ。で、大金持ちの方はとても慎重ですから、で、今ならね、チャンスがあると思って安いと思って買ってるわけなんですよ。じゃあ今ね、1ビットに400万とか450万出す人がどんな感覚で安いと思ってるのかなというところと、あとはね、そういう感覚の人でも安いと思って400万500万っていうのを買うわけですから、じゃあその人の適正価格は1000万とか2000万とか1億を見てるんじゃないかなと思うんですよね。そういうところでこれからも暗号通貨はチャンスが開けてると思います。ただ私たちはあまりお金がないんで、1ビット単位で買うことは難しいです。だから 0.1 ビットとかね、 0.01 ビットとか、この辺からスタートしてみてはいかがでしょうか。それこそね、今買っても億万長者にはなれません。それはそうですよ。もう今ビットコイン買って億万長者になるのはもう奇跡です。それはもう5年前に気づかないといけなかったんですよね。5年前にこれから通貨革命が来るよと私もセミナーで散々言ってましたけども、さあビットコイン買った人ってのはそんなにいたんでしょうか。で、ビットコインを買ったまま放置できた人はいるんでしょうか。多分ね、いろんなね、投資案件にビットコインを送金してそのまま飛ばれて全部なくなっちゃったっていう方ばかりだと思うんですよ。だからね、暗号通貨ってのは持ってるだけが一番です。私が一番最初に買った通貨は ADA ですけども、未だに持ってるだけです。未だに持ってるだけが強いんですよ。だから暗号通貨ね、そんなに焦って引き出さないといけないようなライフスタイルをまずは改善しないといけないときに、無理した金額いくと決済しなければなりませんよね。だから無理せず、本当余剰資金でいくと、プラスアルファビジネスを早く身につけて、いくらでも余剰資金をね、作れるように、毎月10万とか20万で余剰資金を作れるようにならないと投資はきついと思いますね、というところでね、まあちょっとコインマーケットキャップ見てみましょうか。というよりもコインマーケットキャップじゃなくて、私はね、コイン月光ってとこ見てるんですよね。今の、ご覧いただいてるのがコイン月光です。軒並み右の図がですね、緑でしょ、赤いの出てきましたけども、暗号通貨全体にお金が流れてるってことですよ、これ。だから特定の通貨だけに人気があるわけじゃなくて、全般的にお金が流れてるんで、今ね、どのアルトコイン買っても含み益を得れるって状態です。その中でもビットコイン463万5千円ですよ。イーサリアム18万、イーサリアムはね、10万円ぐらいに向かうと思いますんで、まだまだ全然買ってもいいと思いますよ。私もね、ちょっとね、20万円を超えるあたりでもう一発買い増していこうと思いますね。で、 ADA はなんと75円。おい、どうしたんだ ADA 75円ですよ。プレセールで買った人って確かね、40万通貨ぐらい持ってると思うんですよ。ってことは、この時点でプレセールで買ったままほったらかしてる人って3000万の含み益ってことでしょ。すごいですよね。で、しかもね、この75円って昨年は150円まで行きましたからね、まだまだ ADA 安値圏だということでございます。 ADA につきましてはね、別の動画でも解説してますんで、そちらの方をご覧ください。はい。で、リップル46円98銭なんで、50円60円にはもう一歩ですね。リップルも20円30円で決済しなくてよかった。すごいね。もう言うことないですね、暗号通貨ね。はい。だから頑張れたかってことなんですよね。暗号通貨を持っておくっていうのは結構ね、気になってきついです。それでどうしても必要な資金ができた時に暗号通貨決済しちゃうわけですよ。でも決済したら何が起こるかっていうと、翌年の課税ですよね。利益を出せば出すほど暗号通貨の課税ってのはきついんですよ。まあ、ですからね、暗号通貨を5年後までに決済するみたいなことを考えるんじゃなくて、それこそね、10年後と20年後のために保険のような形で持っておくのが私はいいと思います。私は今48歳ですけども、すべての暗号通貨を決済するのは、まあ、60歳になるまでには決済はしないなと思いますね。だからうちの大和くんがね、成人した頃に全部プレゼントみたいなことができればいいかなと思ってますね。で、あとは決済の手段もそうですよね。いろんな決済の手段がありますけども、まあ、税金に関するものとか、金利差とか価格差に関するものとか、よくよくね、勉強した上で、どのルートが一番合法で、自分に利益を多く残せるのかってことも、きちんとね、取捨選択しながらやっていかなければ、思わぬね、手痛い、暗号通貨で利益が上がったがゆえに損をするってことにもなりかねませんので、そういう方は結構いますんでね、お気をつけくださいということでございます。きちんと税金のこともね、学び続けていかないと、それこそ無防備で情報の世界なんてね、投資の世界に入るもんではないですからね。
まあ、プロの選手、アスリート、すべて知識と情報とトレーニングを積み重ねて、試合に臨みます、ね。まあ、そういうふうな気持ちで私たちもお金に関する試合っていうのは自分の人生の全部のね総決算になりますから、本当に軽い気持ちでやるもんではないかなと思います。それこそギャンブルみたいにやるんだったらね、一発逆転でやるんだったらいいんですけども、真剣に考えれば考えるほど、きちんと向き合おうとすればするほどやることがかなり見えてくると思いますんで、もしねあんまりあれこれやらずに利益を得たとしたら、その反動が来ることは覚悟しなければならないかなと思いますね。はい、ということで私もね2014年から暗号通貨の情報発信始めて、もうすでにですね6年7年になるわけですよ。でもまだまだ暗号通貨の業界っていうのは私が学ぶ以上にどんどん成長していますんで、まだまだね学びが足りないなと思っております。こういうふうなね形で暗号通貨のことをしっかりと学んでいく、そういったコミュニティも今後作っていかなくてはならないかなと思いますんで、速稼塾という大きな括りではなくて暗号通貨専門チャンネルみたいなのをね、これからは作っていかないといけないかなと思ってます。暗号通貨に興味のある方とか、暗号通貨で利益を出したい方っていうのはもうとことんねこちらの方で学んでいただきたいと思いますね。暗号通貨専用コミュニティ、暗号通貨コミュニティ、なんという名前つければいいんでしょうか。ビットチームとかでもしましょうかね。わかんないですけど、ビットクラブってやつは危ないんでね、やめといた方がいいかなと思いますけども。はい。では以上でございます。ありがとうございました。